ショーはインターネットで買い物をしたことはあるかい？ネットショッピングだね。便利そうだから興味はあるよ。でも実際に買い物をしたことはないな。このショップは激安だからおすすめだよ。ほんとだ、すごく安い。よし、ネットショッピングに挑戦してみるぞ。画面を見ているあなたも一緒に体験してみよう。今日はインターネットでショッピング。今日のおすすめは最新モデルのヘッドホン、超特価でご提供しますよ。クリックして商品注文画面に進みましょう。商品注文画面が表示されました。数量、商品など内容を確かめ、カートに入れるボタンをクリックして注文しましょう。お届け先などあなたの個人情報を入力する画面です。入力し、次へボタンをクリックしてください。支払い方法を選択する画面です。銀行振込のみですので、次へボタンをクリックしてください。引き続き注文内容の最終確認をします。内容を確認し、注文を確定するボタンをクリックしてください。注文が完了しました。お金を振り込み、届くまで楽しみに待ちましょう。商品が届きました。しかし注文したモデルじゃない。返品を申し出ます。ホームページに電話番号の記載がなく、メールを送っても返信がありません。返品も返金もできませんでした。ふふふ、買った人がこちらと連絡を取れないようにしておいたんだ。大きく値引きをしたように見せかけると簡単に飛びついてくれる。また儲かったぜ。安さに釣られて飛びついてしまったけど、まさかこんなことになるなんて。かなこ先生、なんとかならないかな。残念ながら今回のように最初から騙すことを目的とした悪質なショップの場合、トラブルを解決するのは難しいわね。だからネットショッピングの場合、お店で買い物するときよりももっと注意を払う必要があるのよ。そうなのか。注文する前にもっとよく考えればよかったな。でもどんな点を注意すればいいんだろう。今回のような悪質なショップに騙されないためのポイントは、まず電話番号や所在地が記載されていないショップは利用しないこと。なるほど。買う前にしっかり確認しておけばこんなことにならなかったんだね。他には機械翻訳したような不自然な日本語表現があったり、支払いにクレジットカードや代金引き換えが利用できず銀行振込だけというのも悪質なショップの可能性があるわ。そういえば今回のショップも支払い方法が銀行振込だけだった。銀行振込については個人名義の口座への前払いには特に注意しましょう。はい。でも安いとついつい飛びついちゃうんだよな。欲しいものが安く手に入るのは嬉しくて舞い上がってしまいそうだけど、極端な値引きには注意が必要よ。悪質なショップの特徴も教えてもらったし、もう騙されないぞ。そう？悪質なショップではない場合でもネットショッピングには注意しなければならないポイントがまだまだたくさんあるのよ。まだあるんですか？もうトラブルには巻き込まれたくないので教えてください。例えばネットショッピングで買った服が届いてみるとイメージと違っていて着たくないと思ったらどうする？返品する。返品はショップが応じてくれない限りできないとされているの。ネットショッピングの場合、返品特約といって返品できるかどうかの決まりを表示しなければならないので、この表示を確認して業者と交渉するしかないわね。また契約を解除するクーリングオフの制度もネットショッピングのような通信販売では適用されないわ。え？そうなの？クーリングオフは当
頭を冷やすという意味。訪問販売など予期せず突然勧誘される場合と違って、通信販売では消費者が買う前に十分に検討することができるわよね。だからクーリングオフはできないのよ。ネットショッピングでは実物を見て購入できないから、自分の欲しいものと本当に合ってるかどうかよく注意することが必要なのよ。注文商品の色やサイズ、数量に入力ミスがないかも注意しましょう。この他にもダイエット食品や化粧品などで初回だけ500円と表示されていたので、1回だけと思って注文したら、実際には定期的に購入することになっていて、翌月も商品が届いて通常価格で代金を請求されたということもあるわ。そんなこともあるのか。後からトラブルにならないために、購入の条件や返品、交換の記載など、注文する前に利用規約を面倒くさがらずによく読むことが重要ね。読まなくても購入ができてしまう場合が多いけど、必ず読まなきゃダメよ。こんなところから利用規約が確認できたんだ。利用規約って小さい字でたくさん書いてあるから、読まずに飛ばしちゃったりしてたけど、これからは気をつけます。きちんとしてる店じゃないと心配だしね。ところで、他人からの口コミって信じても大丈夫？口コミというのはあくまで参考。結局は自分で確かめるしかないわ。いい評価でもなりすましの可能性もあるしね。なるほど。じゃあ注文したのに商品が届かないなんてことが起きたらどうすればいいのかな？まずはお店に連絡すること。事前にお店の所在地、電話番号、商品名、数などの注文内容をメモしたり、メールを保存や印刷したりして取っておくことが大切よ。それからネットショッピングを利用するときは、セキュリティに常に注意を払わないとダメよ。複数のショップで同じ ID とパスワードを使っていた人の個人情報が漏れてしまい、悪用される事件が起こっているわ。セキュリティの面で安心できるサイトかどうかは、サイトのアドレスが http://でなく https://で始まっていることや、ブラウザに鍵のマークが表示されていることで確かめることができるわ。これは SSL といって、送信する途中で情報が漏れるのを防ぐ暗号化技術の一つよ。情報を漏らさないための対策が大切なんだね。そうね。クレジットカードで買い物をしたときは、利用明細をちゃんと確認して、他人に不正に使われていないかをチェックすることも必要よ。最近は海外のネットショップから個人輸入する人もいるけど、トラブルに遭ったときに解決が難しくなることもあるわ。便利で楽しくて簡単なネットショッピングだけど、リスクがあることも同時に意識していないとダメよ。わかりました。さて、ここで一度整理しましょう。ネットショッピングでトラブルに遭わないために気をつけるポイントは4つ。 1. 利用規約をよく読み、返品・交換の条件、支払い方法、定期購入になっていないかを確認。 2. 所在地や電話番号が記載されていないショップは利用しない。 3. 欲しい商品と同じものか、色やサイズ、数量に入力ミスがないかを確認。 4. クレジット決済では電子認証システムや暗号化を利用。ネットショッピングの利用者は増え続けているけれど、それに伴ってさまざまなトラブルも増えているのよ。どんなトラブルがあるの？例えばお店じゃなく個人から買うネットオークションや、いわゆるフリマアプリね。買った品物が届かないまま取引相手と連絡が取れなくなったり、商品は届いたけれど傷みがひどくて使えないとか、あるいは偽ブランド品が届いたなんてこともあるのよ。ネットオークションとかフリマアプリって掘り出し物が見つかって楽しそうって思ってたけど、そんなこともあるの？
個人と個人の取引の場合は消費者を守るための法律が及ばないことが多いの。交渉しても取引相手が応じてくれるとは限らないから、利用は慎重にね。取引相手が確認できても中古品の取引ではいろいろなトラブルが起こりそうだな。商品説明に中古品の記載がある場合でも、商品の価値が大きく損なわれるような故障や商品説明に書かれていなかった傷があった場合は、返品や交換を求めてみるといいわ。それから偽ブランド品やコピー商品などの場合は、そもそも販売したり買ったりしてはダメよ。わかりました。使い方さえ間違わなければ、ネットショッピングは欲しいものを検索するだけで注文することができ、自宅まで配達してくれるとても便利なもの。ネットショッピングも含めた通信販売全体の売り上げは年々伸びているのよ。トラブルに遭わないように4つのポイントに注意して賢く利用しましょうね。はい。それでもトラブルに遭ってしまった場合はどうすればいいの？そんな時は身近な消費生活センターにつながる消費者ホットライン188いやーやへ相談してください。そのために注文画面のプリントや領収書、相手とやり取りしたメールを取っておいてね。相談するときに役に立つわ。